元の歪み、もりもり増量中。このまま行けば、7日後にドカーン！なんだよね、マリン。え？なに、マリン。日本の関東の境界が壊れて、そこから爆発がどんどん世界中に広がるの？もしそうなると、あっちとこっちが融合して、原初の世界になる？それちょっと楽しみかも。じゃあマーリン、冒険は一時中断。我々は特に手を出すこともなく、成り行きをニヤニヤ見守るぞ。以上。犬若ナズナ、あやかしの血を受け継ぐ忍びの一族、犬若丸一族の末裔である。千歳の神時の宮家紋に代々従者を輩出する犬若丸一族と小犬丸一族は、断るごとに一族の誇りをかけて競っていた。家紋との約定を違えて小犬丸一族が木の葉をそばやくとしたことに憤った犬若丸一族は、ナズナを代表として使わすことを決定した。千歳の神様、どうぞご降覧くださいです。誠におそば役となるべきは我ら犬若丸一族、それを必ずや証明いたしましょう。関東大崩壊まであと7日。今のは一体
ご覧ください、カゲロウのような揺らめきが収まりました。今の感じ1ヶ月前と。失礼いたしました、とりあえずスタジオにお返しいたします。関東大崩壊まであと6日。おっと、ナズナ発見、ずいぶん調子良さそうじゃない。姉ちん安心ついでに嬉しいぞ。うんうん、当然です、私は千歳の神様の遊ば役にならなきゃいけないんだから。遊びでついてきたお姉ちゃんとは違うもん。お、言ってくれるわね。一日に3回は転んでベソかいてるナズナちんに言われるとは思わなかったぞ。お姉ちゃん、それとこれとは関係ないでしょ。あんまりふざけてるとねーするよ。リムナヤココナッタリ、イクタマ、ダルタマ、タマトマルタマ、さあ、始めようか。ファイト、ファイト、お預かりします。いいよー、絶対負けない、負けられない、止まっていっぱい、だけど、止まっていっぱい、一言で言えば全部お見通しです。自得です。これに懲りたらちょっとは真面目にお仕事してよね、お姉ちゃん。あれあれ、姉ちんはお店でお皿も割らないし、お客にはお茶もこぼさない、誰かさんとは違ってね、ね、なずな、なずなだってそんなことしてないもん。あれはその私が割ったんじゃなくて、いろんな弾みに勝手に。でもふざけないでよ、千歳の神様をお助けして憎き子犬丸のブラジモノをしおく、私たちの使命なんだからちゃんとしてよ。関東大崩壊まであと5日。面白いものを連れているじゃないか。よし、今から貴様らを研究してやるぞ。このキラ様が自らな、光栄に思え。歩かなよ、つべこべ言わずにその力を私によこせ。
フンと言わせてやる。ギャフンとな。お見通しです。キラって、まさか精霊物理学の大道寺博士？そんなわけないよね。やっぱり私が手を出すことにするしか。姉さん。おお、目が覚めたか。もう体は大丈夫か。ありがとう、姉さん。助かったよ。それと、久しぶりだね。無事で私も嬉しいぞ。これからはずっと一緒だからな。お姉ちゃんもいっぱい遊んであげるぞ。でもその前に手伝ってほしいのだ。私はちょっとやりたいことがあるし、お前に頼みたいこともある。いいか。姉さんのそういうところちっとも変わってないね。安心したよ。私は何をすればいいんだ。関東大崩壊まであと4日。ワンコ、大きいワンコ、鳥さん。なでなでしたいな。
関東大崩壊まであと3日。私の希望を満たすマテリアルに送りたい。歪みが近いのに期待外れですね。こちらで何を？ここは立ち入りに許可が必要なはずですけれど。お構いなく、もう用は済みましたから。あなたにお気をつけなさい。
現場の兵道です。ただいま江戸川地下巨大放水路、通称地下神殿に来ています。この地下約50メートルの広大な空間に、最近各地で多発している現象に酷似した現象が発生しているとの情報を。今のはまた、申し訳ありません。地下だからでしょうか。息苦しい。はい、私これじゃレポーターじゃないですか。関東大崩壊まであと2日。嫌いだけど、素直に謝れば子分にしてやってもいいぞ。一言で言うとお断りです。砂は自責の念に駆られており、どんなに引き目に見てもご機嫌斜めです。お前捕らえるのくせに生意気だぞ。よし、お前死刑。黙っても許してやらないもんね。繰り返しますが、私はご機嫌斜めです。それでなお立ち会おうと申すのならば、手加減できぬことを承知の上で参られよ。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら引け。いざ。大崩壊まであと1日。
大きな命を輝く夏に無限の可能性を秘めたマテリアルかどうか、せっかくですから見せていただきましょう。あ、カメラさん、あれを！今、何か光が上に縦光から外へ。確か同じようなものを1ヶ月前に新宿のお城で。ディレクター、外へ急ぎましょう。精霊界に近い時空、霊峰富士の上空ならではと言えるかな。あなたは確か東京事変の元凶たる元英国精霊庁長官ミルドレッド・アバロン。はじめまして、犬はカナズナ。今の私は光のアルカナ・ミルドレッド、アンジェリア・アバロンの守護聖人。君ほどの術師ともなれば、この結界の構成を把握するのはそう難しくはない。その制御の困難さに気づくのもね。で、お前この状況でどうする？ミルドが境界溶融現象とかいうのを起こらないようにしてくれてるんだからな。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら死刑。以上。私たち仲良し姉妹の強さ見せびらかしてやるぞ。分かったよ、レイさん。スタンバイエンジン、ファイト。ジョージ。させない。やがった。
術式が暴走する。スミ、残ってる陣の維持をお願い。早く霊力の流出を抑え込んで、術式を一度書き直してから破棄するよ。あ、見えますか？富士山上空に謎の光の模様が浮かんでます。まるで1ヶ月前の謎の城と同じように。消えた。また今日も富士山上空は快晴です。はい、それではそのスタジオにお返しします。数日後、千歳の神様、こたびはナズナの20歳へ大変なご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。非常を熱して千歳の神様に仕えるべきもの、ナズナは焦りや妬み、己の心の赴くまま自らの欲に従ってしまいました。たとえお前の申す通りであろうと、こたびの事変におけるお前の果たした役割は褒められてしかるべきこと。それにお前は己の過ちに気づき、認め、自制し、乗り越えた。ならばもうお前を責める必要はない。堅苦しい言い方になるが、時の宮千歳の神に頼む。犬若ナズナのこたびの働きと成長を嬉しく思う。ありがたき幸せ。千歳の神様よりこのようなお言葉を賜ろうとは、犬若ナズナ感激の極みです。カムイである。親しき者には可能な限り役ではなく名で呼ばれたい。ナズナ、頼めるか？大丈夫なの？コノハちゃん、あんたのこと心配。ナズナ、泣いてるの？泣いてないよ、もう姉ちゃん。こいのまるコノハ、あなたにも謝らなきゃ。ナズナ殿、皆まで申されまするな。一族を思う心はこの葉も同じであれば、こたびのことはもう水に流せばよいかと。私、子犬丸のこと誤解してたかな。まあ、これからはカムイ様に仕える者同士、一緒にその仲良く。そうだな、この葉、こたびの働き、見事だったぞ。マフマフ。ワフワフワフ。わあ、人の話聞きやがれです。ナズナだって頑張ったです。ナズナだってご褒美欲しいです。様にモフモフされたいです。哀れ、邪魔するな、子犬丸。ワフ、ナズナ殿はなぜに怒っておりまするか。ちょっとこの気
した自分が許せない。恋の丸木の葉、やっぱりあなたとは仲良くできないです。